丸ごと必勝チャンネル司会の平田里奈です。今週は丹下さんがお休みということで、日刊競馬の柏木さんと中西さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中西さんとは今回初めてご一緒させていただきますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、先週はファンディーナと里のダイヤモンドが大活躍ということで、どうご覧になりましたか？どう思った？そうですね、里のダイヤモンドはまあ、時計が、3分2秒6、うん、まあ、これ、阪神の 3000m の記録ですと、まあ、2001年に成田トップロードが、3分2秒5っていうのが一番まあ早いんですけど、それに次ぐ時計なんですけど、はい、道中も結構厳しいペースでしたよね、柏木さん、ね、うん、そう、中盤の 1000m がね、はい、一番早いっていうのは多分ね、歴史的にないと思う、うん、3000m で真ん中の 1000m が一番速いなんて競馬はない。もしかすればという人たちは全然足りなかったでしょ、うんうん、かなりレベルの高いレースだったと思います。うん、でフラワーカップはいかがでしたか？強いですよね。スプリングステークスよりまあ時計勝ち時は0秒差、うん、遅いんですけど、うん、ラストの一ハローンがスプリングステークスは12秒4なんですけど、ファンディナは11秒7でもう、うん、流してますからね、抑えてますから、うん、もう内容的には文句なしでスプリングより上だと僕は思いますし、うん、まあ、相当な器だと思います。圧倒的な強さでしたね。まあ、振り返ってみることに、またのこう再生見てもね、愛、うん、の、 あのウィンバイキャンターって言うんだけど、はい、馬なりで勝ってる、シュッシュ馬なりで、はい、でそれでスプリングステークスとための時計なわけでしょ、はい、全然ランクが違うね、うん、だから最近の名品でいうと迫力があるという意味では動くかとかね、うん、ダイワスカレットとか、そうそうそう、で自在性があるからそっかダイワスカレットにも似てるよね、うん、でみんなじゃあ次はどこ使うって思うでしょ。はい、気になりますね。なんとなくというより桜花賞ではないというで、そうなんですね、当然男も相手じゃないかと、うん、オークス使うならダビーだろうって言われてるんですけど、まだ発表されてないんですけどね、はい、ダービー使う可能性あります。一番人気だと思います。すごかったですからね、うん、はい、着差が、いや、まだね競馬的に厳しい競馬してないようにも見えるんですけど、うん、でもそういうのが必要ないというか、うん、もう圧倒的でそういう競馬ならないんですもんね、有馬のとこね、そう、厳しい競馬、身体能力と同時にものすごい賢いと、うんうん、人間より賢い、少なくとも僕よりは賢い僕よりは、うん、10倍ぐらい、うん、さて今週の番組はスプリントの G1 高松宮記念を中心にお届けします。もちろん番組後半でお二人の高松宮記念出走前場の評価もお伺いしていきます。お見逃しなく。ポイントで解説、重賞のツボです。お二人に展開、コース、タイム、騎手、血統、スペシャルの6つのツボから1つを選んでいただきます。ではまず中西さんのツボどこになりますか？はい、僕はコース適正、はい、コース適正、まあ、各競馬場にで、まあ、コース適正馬が走るっていうのはよくあると思うんですけれども、はい、まあ、中京コースに関しては、うん、なんかよりさらにそういう要素が強いような印象を持ちます。実績があるとかいい競馬してきた馬とか、うん、そういうところはやっぱり注目したいですね。初めてじゃ苦しい、まあ、適正あるかもしれないんで、うん、そこはあれですけど、うん、例えば早い時で厳しい競馬した馬とか、うん、やっぱりそういう馬はちょっと軽視していいのかなと。なるほど。この出走馬の中にも、ね、はい、かなりこういい勝ち方を中距離している馬がいるので、うん、そういう馬には注目したいと、はいはい、なるほど、ありがとうございます。では続けて柏木さんのツボどこになりますか？はい、その中西さんのコース適正とちょっとダブるんですけどね、はい、中京コースのババコンディションというか、ババコンディション、うんうん、中京コースの改修されてそんなに経ってないんですけど排水のこう整備が進んでね、うん、もう中京コースっていうとちょっと後半になるともう外を回ってくる追い込み場というイメージが
私たちにもみんなあるんですけど、今年はもう違いますね。だって先週だって、はい、インついてきた馬が来ちゃう、うん、3週目でも、うん、だからハイペースで追い込みばというのはあるんだけど、あんまり外分回ってた馬が来るような 2,3 年前の馬場状態ではないという意味 で、うん、でただしね、あの今こういう季節での、特に今週ちょっと中間も雨降ったりしたんで、はい、土曜日の競馬よく見てください。騙されないぞというつもりで。なるほど。去年全員が騙されたんだっていきなり500万で5度ですよ、はい、うん、じゃあ今年はそれはないと思うけど、でも見た方がいい。記念の出走前場をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。それでは行きましょう。 T ハーフ怖いんだけどね、うん、上がり目はないか、うん、そうですね、うん、展開がハマらないとと思うんですけど、うん、今年ハマるかなって。あ、そうだね、そういう展開じゃないね、うんうん、先言ったままなんか残りそうな展開がある、うんうん、ピエロ、こちらは柏木さんがどうで、中西さん爆弾生に初めてなんですけど、うん、はい、まあ、G1 ですから、もともと高松宮記念で初めて生に走を使う馬っていうのが勝つっていうのがよくあったりですね、実際生に限界っていう間に G1 は厳しいことが多くて、はい、やっぱり生4ぐらいでこなせる、うん、スタミナとか底力っていうのが、はい、やっぱり厳しいですなと生きてくると、うん、そういう意味では、まあ、初めてですけど最近もいい競馬してますからね、うん、今年このメンバーだったらそれだよね、うん、あっさり、うん、あっさり勝ってもここはおかしくない、うん、だって本当8歳で例えば1000人初めて使って勝ったら、はい、これ笑い話だよねいやだけどね、今中西さんが言ったようにね、1000人は走っても足んない、線路化しても惜しいけど足んないの、はい、じゃあ千二では惜しくて足りないかっていうと、あれ案外ねえ、うん、で内田博之でしょ、うん、笑い話が起きそうな気がしますもしかしたらここが一番適正かもしれない。いやもう遅いんですけどいや でも現実には今出られるんだからそうですよね、ここで来ればいいわけで、うんうん、レッツゴードンキ、こちらは上がりを、うん、どうに前走が桜花賞以来の勝利だったんですけれども、はい、ダート使ったりとか先行したりとかいろいろまあ試行錯誤なのか、うん、まあ、いろんな競馬してきたんですけど、うん、もうここ最近でもう末足短距離っていう、うん、安定してきてますし、末足とかその全体の形が完全にできてきたなと思いますね、うん、競馬の、まあ、あの有力間違いないと思うんですよね。あとはその展開とか、あの去年前が詰まっていったら下がってまた盛り返す競馬してたんですけど、あれ、うん、あのスムーズだったのかなり上位狙えてたような僕はイメージ持っていて、あのコース適性もあるんではないかなと見てます、うん、オートブンがってこという距離じゃないんで、うん、どの道馬群に突っ込んでいくんですけど、あでも岩田騎手完全に運気はいいよね、うん、ね、そっちの方がいいかな。変えますかいや大丈夫、これほらこれ入ってるから、はい、ラインスピリット、こちらはなしです。レッドアリオン、こちらは上がりませんね、うん、はい、星雲構成、こちらはいかがでしょう。短距離タイプって言われてるけど、芝の 1200m って使った回数極めて少ないんです、はい、だからあの、ね、お持ち時計とか見劣るんですけど、あのもう少し長い距離使ってたりダートを使ってたんですが、その頃とは ね体つきが違ってものすごく成長してると思うんですよね、はい、一回り大きくなってる、500キロになった、うん、見てたら素晴らしいんだけど、4歳なんてすごい上積みを見込まなければ、うん、ここまでの内容ではね G1 の勝ち馬ではないと思うんで、ど, どれだけこの中間でさらに良くなるか。スプリントってちょっとやっぱりこう息の入れ方とかちょっとやっぱりね、うん、あの
経験積んでよりこうたくましくなるっていう印象を僕は持ってまして、はい、やっぱりもっと経験積んで今年の秋とか来年さらに強くなる馬なんじゃないのかなと思っていまして、ちょっと割ってみて単調だったなっていうような競馬になるようだとこの馬が前で、うん、抜け出してっていう可能性あるかなと思ってます。今年の馬場状態は合うね、うん、足場コンディションはね、はい、うん、レッドファルクス、いや爆弾2つ目爆弾2つ目今回タグが開くこと自体はそんな大きなマイナスにならないのかもしれないなと思うんですけど、香港行って帰ってきての久々ですからやっぱり状態面はしっかりちょっと把握しなきゃいけないんですけど、うん、適性はありますからね、うん、本掛け OK ですね、うん、で去年もさっきから言ってるようにあんまりレベル高くなかったけど、じゃあ今回のもレベル高いかっていうとそんなことないんだと、今週のミルコデモードはね、はい、ドバイ行ってないでしょ、はい、自分の乗ってた馬いっぱい行ってるん、うん、ミルコデモードの怒りに一発さ、マクシン帝王ちょっと時計買った方がいいかな、8秒台の競馬になるかな、最近ずっと8秒台なんでね、はい、そういう馬場コンディションじゃないかもしれない、うん、可能性としては修二、中西さんはどう、あ、お二人ともどう、うん、阪神カップは非常に僕は内容が良かったと思うんですね、はい、専用の競馬ができて、まあ、その点踏まえて前回期待して見てたんですけど、はい、そこが、まあ、ステップとしてはちょっと、まあ、ちょっとつまずいたところがあるんでちょっと不安があるんで銅に下げたんですけど、はい、十分勝つチャンスあるんだと思ってます、うん、去年のスプリンターズステークス実はあまりレベル高くないと思うんだけど、あのくらい走ると勝ち負けだよね、はい、うん、だからこれは失礼かもしれないけど金も失礼だね、いや、うん、期待はしてる、ね、うん、そう、はい、なんか本命にはしにくいよね、そうですね、うん、クリスマス白三角もつかない、ね、つける予定はない、三角もなし、うん、はい、スノードラゴン、雨の影響がいっぱい残ってくれたりしたらね、そうですね、そうだね、うん、左回りだしね、うん、年齢考えたら非常に頑張ってると思うんですけど、うん、やっぱりね、はい、前世時と比べればやっぱりちょっと切れ味とかね落ちてると思うんで、うん、そう、やっぱりそういう馬場とか恵まれないと厳しいかなと思います。ここ3、4戦の中でも、あ、はい、キャッと思うところから伸びないんだよね、うん、そう、うん、見せ場は作れるんだけどあと一歩のその押しが多分年齢を関係してるよね、うんうん、メラグラーナ、こちらはハーフと銀、僕ね前回はちょっとパドック見た時にあんまり気配としてあんまり良くなかったなと思ったんですね、うん、もうちょっと楽に勝ってここに来て欲しかったっていうのが僕の個人的な感想なんですけど、うん、ただ状態が悪かったとするとそれが戻ってるというか、うん、上がっていればこの間にはもちろん今年最有力となり得る、まあ、中京でも本当ね大外もう何ていうんですか怒涛の末足というか、はい、抜け切って素晴らしい足で、うん、上がり早くなってもね対応できる瞬発力がありますから、うん、はい、これあと状態次第かなと思ってます、うん、歴代の名スプリンターの例えばロードカノーラは別としても比べるとね明らかにランクは落ちると思うんですけど、今年ならね、あれで十分かなという気がします、うん、これは言い訳じゃなくて本命にしてあげたいけどなという、うん、見ててしかしこれ G1 のスプリンターかというのはこのくらいある。ソルベイグ、こちらもお二人ともどう、競馬に注文がつくタイプかなと思うんで、うん、なかなかこう G1 としては厳しいのかなと、うん、チャンスはあるけど強気にこう買いたいということではないっていう、うん、これはさっき中西さんが言ったコース適性というところではやっぱり初コースというだけじゃなくて疑問があるよね、うん、他の距離だと違ってこの路線はねそんなにばらつきのある成績を残す距離ではないんです、うんうん、実力がそのまま成績に出るっていう、そう時計勝負なら、うん、それに対応できるのは上位に来るに決まってるという、はい、トーキングドラム、充実ぶりは
評価できると思うんですよね。戦自体も久々でちょっと不安あるんですけど、ただ G1 で厳しい流れになると戦4の方が向いてる馬とか、そういう自力とかスタミナとかそういうところが生きてくるんで、まあそういう展開になればっていう、ちょっと混戦というかもつれるような競馬だとこの馬にチャンスあるかなと。昼のデイバロー末脚は確実にいい足は使うんで、去年もね、いい足は使ってるんですけれども、前走はね、展開としてはね、完璧というかね、前と差がなく4コーナー回ってこれたっていう意味で、本当差し馬としては非常に有利な展開だったんですけど、あれを勝てなかったのは痛いなと思います。ではまた同じように最高の展開になるかっていうとちょっと厳しいかなと。東証ピスト、3走前中京で勝ってるんですけど、いや、その時から負担重量3キロ増で相手はものすごく強いんで、ちょっと苦しいか、状況が厳しいですかね。はい、ナックビーナス、一瞬のキレで勝負がつく展開ではないかなという気がしたので、怖くない。前回もちょっと石川騎手の技ありってとこがあったからね、インに突っ込んでったね、現状あれが最高の競馬だったかなと思うんですけど、ワンスインナムーン、まあ、前回レッツゴードンキ2着だったんですけど、僕は千人の方がいいと思っていて、厳しい競馬とかそういうレースにこう勝ちきれるようなまだ実力ないかなと思ってはいるんですけれども、淡白なレースになる可能性があるんで、そうなるとこういうタイプが前で残っちゃうかなっていう、今の中京でもしペースがあんま速くならないと、もう完全に前打ちいい有利ですから、ポイントに挙げたコース適性と馬場の状態で、で去年は異常としてもその前の年の宝塚記念、高松宮記念とは多分違うね、レースの様相がね、お二人の金銀銅はこちらです。今週も予想してみました。こちらです、戦運構成、いかがでしょうか。どういう理由なんですか。理由、いや、なんとなくだよなんとなくですね、いつもウィンブライト選手当てたので。ああ、そうですね、強気だね、なんとなくか、まあ、いや来るなと思ってました。戦運構成ってね、一番馬が良くなってるなってますか、一番成長して、間空いてるのがちょっと多少は心配だけど、成長してる、良くな、まだ良くなる、だこれを追いかけていい、ダメでもまた次も買っていい、中西さんはどうですか声優構成。僕は可能性あると思います、一着も可能性ある、一着もあると思います。今週も、ね、当てたいと思います。こっち、一着です。今週末は日本馬が11頭出走予定しているドバイ国際競争が行われ、今年は3つのレースで馬券発売もあります。まずは芝 1800m のドバイターフからお二人に注目馬を挙げていただきましょう。